午後1時過ぎです。福島第一原発ではアルプス処理水の放出が開始されました。午後1時3分ポンプが起動し、大型水槽に溜められていた処理水が海底トンネルを通じおよそ1キロ先の海底から放出されました。政府は科学的に安全と確認されたもので、処理水に含まれる放射性物質のトリチウムについても IAEA 国際原子力機関の基準を大幅に下回っていることを改めて強調しました。 IAEA も現場での独自の分析により放出されるアルプス処理水のトリチウム濃度が1500ベクレルパーリットルよりもはるかに低いことを確認をしております。基準の1リットルあたり1500ベクレルに対し、希釈した濃度が最大63ベクレルだった処理水、科学的に安全が証明されたにもかかわらず、中国からは強い非難が。日本政府は人類の幸福より自らの利益を優先した。極めて身勝手で無責任だ。また放出後、中国政府は一時的な措置として日本産の水産品を全面的に輸入を停止すると発表しました。韓国でも連日のように抗議デモが行われる一方で、政府は科学を信じてほしいと国民に対し処理水放出へ理解を求めていました。しかし、こちらの日本大使館が入るビルに乱入したとして大学生らが逮捕されました。こちらでは今も厳戒態勢が取られています。韓国の警察関係者によると、左派系の市民団体に所属する大学生ら16人が抗議集会の後乱入したといいます。しかし、処理水の海洋放出は日本だけが行っているわけではありません。近年でもフランスやイギリス、そして中国、韓国も日本より高濃度の処理水を海洋に放出しているのです。それなのになぜ日本だけが強く非難されるのか。そして国内外のメディアが漁業や農業従事者、消費者の不安を伝える中、風評被害を生まないためにはどうすればいいのか。思い切ってね、まずその放出してそれを希釈すると、他にあんまりその選択はないなと。4年前、批判を浴びることを承知で処理水の放出を推進、自らをステイシと呼び話題となった原田元環境大臣とともに考えます。ではゲストをご紹介いたします。自分はステイシになるとまで発言し、一貫して海洋放出を訴えてこられました原田義明元環境大臣です。原田さん、どうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。そしてもう一方、処理水問題をはじめさまざまな風評被害の構造を解き明かした正しさの証人の著者で、そして福島県出身、そして在住のジャーナリスト林智弘さんです。林さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いいたします。こんばんは、いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、今日処理水の放出が始まったということですけれども、原田さん、まずどう受け止めていらっしゃいますか。はい、まあ、私が発言をしたのはですね、2019年の9月でございました。はい、うん、まあ、4年近く前、ね、なったわけでありますけれども、私はですね、本当にこの日、まあ、今日は排出したという話を聞きましたのでね、まあ、感慨深く思い出しているところでありますけどね、はい、まあ、そのためには多くの方々にですね、まあ、心配を与え、しかし同時に、まあ、私はやっぱり日本の政府もね、相当苦労しながら今日になったとこう思っております。まあ、おっしゃるようにですね、これはいずれ必ずどこかでですね、処理をしなきゃならない、この案件でございました。まあ、今その現場に立ちますとね、本当に1000個近い大きな水タンクがですね待ってまして、これをもう場所的になくなってしまう来年にはですね、合わせて廃炉作業っていうのが今ですね、第一原発について行われているんですが、
その作業もですね、そのためにこれがですね滞っていると、さまざまな問題がありますからね、今多くの皆さんの心配をしっかりまた答えながらこれをその処理していかなきゃいけないという、そういう状況にあります、はい。今のお話にもありましたけれども、そのタンクですね、1000基ということでもう置けないくらいになってしまった、そして、リンタロさんおっしゃる通りですよね、で今回、放出ということで、今年度でいうと10基分なんだそうです、1000基のうちの10基分で、これ放出するのに 3,40 年かかると、これほどまでにたまって、そして処理施設が稼働してから10年経ってるんですよね。これほど時間がかかったことって、原さんどういうふうに見てらっしゃいますか。これはですね、当然原子力によるまた汚染水というかね、それをしっかり、アルプス処理ということでですね、処理をした水をそのまま溜めとるんです。今回政府がですねやろうとしているのはですね、それをもう一回しっかりとした処理をした上で海洋に放出するということであります。今日はですね、その重要性、そして合わせてそれに対する国民のまた内外の心配にはですねしっかり応えてということで、この結果的に4年経ったんだろうと思いますけどね、はい。私はですね、これだけの努力を踏まえてきましたのでね、必ずや国民のまた世界中の人々のご理解いただけると、こういうふうに思っております。当時ですから、4年前ですけども、番組にもすぐご出演いただいて、本当に捨て石になってでもですね、これ言わなきゃいけないと、言い方きつかったかもしれないけども、曖昧な言い方にしてはいけないと思ったということですが、当時は結構なハレーションがあったと思うんですよね、今振り返ってどうお感じになってますか。そのハレーション、いわゆるハレーションはね、やっぱりしっかりまた反省しなきゃならない要点をですね、皆さんしっかりまず伝えていただいたと思っています。とりわけね、私も発言したんですけどね、これは安全性、それから健康被害、環境被害はですね大丈夫だということについて、私はちゃんと担保をいただいてですね発言したんですけどね、合わせて風評被害はですねこれ決して免れないと、だからそれをですねやっぱりみんな知恵を合わせて、風評被害だけはこれを処理しなきゃいけないと、こういうふうに思ったところであります。中国政府はですね、この日本産水産物全面輸入禁止という対応を今回出しているわけですけども、つい先日はですね、日本への団体旅行を解禁しているということで、ある種矛盾した政策が同時に打たれているみたいなところもあるということも踏まえてですね、さあ林さんはこれどう受け止めていらっしゃいますか。そうですね、こちらの問題なんですけれども、これは風評として捉えてはダメです。これ風評問題ではありません、はい。というのもですね、これ前回お話ししたんですけれども、この問題っていうのは正しい情報の発信不足とかそういう問題ではなくて、そもそも事実が正しいかどうかっていう話すら全然論外であって、単なる利害関係なんですね、はい。実際にこれに類似した例というのを、例えば数年前に台湾で急にパイナップルが中国から輸入を禁止された、そういった事例型の皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね、でそれを日本が代わりにたくさん買い取ってっていうことをやったと思うんですけれども、今回も同じ構図なんです。中国は例えばフィリピンのバナナに対してだとか、いろんなところでこういった非関税障壁的な、嫌がらせとも言うべきこういう政治的対応というのを常にやっておりますので、これは処理水放出は口実であって風評被害の問題ではないです。はい、ありがとうございます。その意味ではきちんとですねデータを見ていくべきだろうということになりますね。改めてお伝えしておきますね。放出されている処理水というのはどういう濃度になっているのかということですが、トリチウムの濃度、この画面にありますように国の基準は1リットルあたり6万ベクレル以下にしなきゃいけないってことなんですけども、放出する際の濃度は1500ベクレル以下にしますと、つまり40分の1以上以下にしていきますということの基準で進めていくということなんですね。でこれは世界各国で比較してみるとですね、年間の放出量比較で言えば、林太郎さんの話もありましたように日本は他の国に比べても非常に少ない、ベクレル数になるよということなんですね。で実際にこの状況の中、今回放出されたということで出しているものがどうなっているのかということになるんですけども、今日、処理水ポータルサイト現にですね放出中となってまして、ホームページ見れば見られます、東京電力のですね。でそれが出されているものが今どういう形で放出しているかということなんですが、先ほどホームページ見たら207ベクレルとなってました。6万ベクレルが国の基準ですけども、今出ているものは207ベクレルだということです。で、現にですね、周辺でもモニタリングするということです。
ですね、現に出ているものがどうですかということで、東京電力は10地点で海水を採取します。1箇所でも700ベクレルを超えたら即止めますと、6万が基準なんですけど700を超えたらもう止めますと言ってます。東京電力だけじゃなくて環境省も水産庁もそれぞれモニタリングして、濃度が高かったら止めますと言ってると、これを踏まえた上で議論していくことが必要だろうというふうに思いますね。これ風評被害対策という話ですけども、林さんには前回にもお話伺いましたが、要は風評っていうのは勝手に生まれるものじゃなくて、ある意味では誰かが作り出しているところはありませんかと、それって言ってみれば風評加害ですよねってお話されてたと思うんですけども、林さん、この点について今お感じになっていることをお聞かせいただけますか。そうですね、今のお話ですけれども、科学は断言しない、そういったのは一般論としてはあるんですけれども、この場合断言するべきです。それが科学としての責任です。というのもですね、そこで科学の原理原則論にこだわって社会に与える影響というのを無視するというのは非常に良くないことなんです。というのもですね、例えば今これ処理水に対して汚染水っていうふうに一言皆さん簡単におっしゃる方いらっしゃいますけども、それがどういう影響を及ぼすのか言ってる方っていうのは全然関心ないと思うんですね。で、今回の処理水に対して科学的には安全であると、その上で当事者の間でも賛成が反対っていうのを大きく上回っている、そうした中で何が懸念かというと、やっぱり風評、あとは現地への人権侵害、偏見、差別の問題なんですね。それに対して流すものを汚染っていうふうに言ったら何が起こりますかと。その汚染っていうのが、まずこれダメな理由の3つあるんです。3つあって、1つ目はまずその風評につながるということですね。これは当事者の利益っていうのを直接的に損ねます。そしてもう2つ目、情報は人を殺すんです。例えば東日本大震災のこの東京電力福島第一原子力発電所事故で、この事故由来の放射性物質、それそのもので死んだ方、健康を損なった方、実際に何人いると思いますかって聞くと、皆さん結構即答できないんですよね。答えを言いますと、ゼロなんです。ゼロです。これは国連科学委員会とかさまざまなところ の見解からしても、そもそもリスクを考えざるを得ないくらいの被爆をしていない、チョルノービリ、そういったところと比べても全く桁違いに線量が違う、これはもう何度も繰り返し言われていることです。そういった中でじゃあ何が問題なのかって言われると、メンタルヘルスの問題ですね、うん、例えばそのチョルノービリ、ごめんなさい話が長くなって申し訳ないですけども、いえいえ大丈夫ですよ、どうぞ。チョルノービリ、うん、はい、すみません、チョルノービリで結局何が被害だったのかっていうのを、1986年のその事故に対して WHO 世界保健機関が2006年に出した報告書だと、チョルノービリの総括として出したのは、メンタルヘルスへの衝撃はチョルノービリ原発事故で引き起こされた最も大きな地域保健の問題である、うん、あれだけ住民の間に得意な福島と比べて桁違い被爆があった地域でさえも、メンタルヘルスの衝撃というのが一番の課題ということで総括されているわけですね。つまり、あと他の全く関係ない研究でもなんですけども、例えば心理的精神的な影響に最大 の懸念がある、一般的に高い健康不安は心疾患リスクを 1.7 倍高め、悲観的になることで心疾患の死亡リスクが 2.2 倍になるとの研究があります、うん、つまり長くなりましたけれども、不用意な恐怖と不安の扇動というのは、うん、当然ながら当事者にメンタルヘルス、非常に大きなダメージを与えるわけです。で、処理水、それに入っているトリチウムなんていうのは、本当に論ずるのもバカバカしいくらいのリスクがないものです。それを危険視するあまりに、汚染だというふうに騒ぐこと、その方がよほど大きな被害をもたらします、うんうん、そして最後すみません、手短に3つ目だけ言いますと、今中国がっていうふうにお話ししてますけど、うん、じゃあ他にどこの国が反対してるんですかっていうと、実際のところ中国、ロシア、北朝鮮、この3国だけです、うん、もしくはこの3国の影響が強い国ですね、うん、そういった勢力のみで言われていることであって、例えばその IAEA もそうですけど、 G7 も支持を明確に表明しています。でそういった中で当事者も賛成しています。その中で北朝鮮、ロシア、中国、こういった国とあえて足並みを揃えて汚染ということのその害というものをきちんと意識するべきです。以上の理由から科学とは一般論としては断言しないというふうに言われますが、この件で断言したいのは無責任です。特に科学コミュニケーション、そういったものを普段から掲げている方々、あとは例えば日本学術会議とか、この問題について何かアナウンスしましたか、うん、私のような素人が
こういうふうに発信するべきじゃないんです。本来は叱るべき専門家が放出する前にやるべきでした。以上です。専門家の方が話すべきだったっていうお話があったんですが、なんでこれ話してくれなかったんですか。はあ、はあ、林さんいかがですか。まあ、実際にこの間もお話しした利害関係だと思います。まあ、例えば利害関係で前回お話しした中で、まあ、1番政治闘争、2番悪徳商法、3番承認欲求ということでまあお話しした中で、まあ、特にその政治闘争という面と、あとはもう一つ変更したコミュニティ内での、まあ、保身的な不明やポジショントーク、まあ、これ分かりやすく言うと会社内での社内営業みたいなものですね。例えばマスメディアとかアカデミズムの業界内である程度偏った党派性があるじゃないですか。そういう中で周囲の人間に気に入られないような発言とか、そういったことをしてしまうと出世などは見込めないし売れないとか、そういったものもやっぱり響いてくるわけです。なのでその組織でやっぱり汚染水っていう言い方が同調圧力になっているのであれば、汚染水っていうふうに率先して言わなければならなかったり、正確な情報発信についてやっぱりそれを避けるような傾向があったり、あともう一つこれ重要な問題なんですけれども、単純に恫喝されるからです。例えば震災直後に御用学者ウィキなんていうものが立ち上がって、もう事実無根の吊るし上げみたいなのが起こったんですね。で、正しい情報を発信する人には非常に痛烈な苛烈な嫌がらせとか暴力、脅迫、恫喝、私もやられましたよ。そういうのが向かうので、まあ、みんなやっぱり危険を感じて口をつぐんでしまう、そういう状況が長らく続いてきたわけですね。確かにコロナ禍でも、はい、そういうことって起きましたよね。その専門家の方とか、まあ、医師の方に対する誹謗中傷だったりとかがあって、でなのでそれを科学者の方だけに背負わせるっていうのはやっぱちょっと荷が重すぎると思うんですよ。で今回で言うと、やっぱもうどうしても科学は万能じゃない、絶対そうだ、そのもちろん変わっていくけれども、2024年に満杯になってしまって、それが、まあ、オリンピックの競技プール500杯分ってなったら、じゃあ代替案ってなった時に別の移設場所を作るのかというと、ちょっと現実的じゃないなっていう、まあ、本当にそれが最適機会かわからないけど、現時点できる、まあ、今できることの、まあ、最適なんだろうなっていうのを捉えた時にってなったら、もう本当に確かに溶け落ちた炉心に触れてる水なので、この先どうなるかもわからないので、しっかりモニタリングをすることと、でもお話を聞いて、原田さんお話を聞いて思ったのは、この4年でもちゃんと伝えていけば、まあ、見方は変わるんだと、うん、そしてちゃんとその都度その都度ちゃんと、まあ、健康に被害がないかを見ていきつつも、ちゃんとこの伝えなきゃいけないなっていうのは、個人的に私も最近原稿を読んでて思ったのが、やっぱ漁師の中でもさまざまな声があるんですけれども、やっぱ一部の不安の声だとか、議員の方でもなんか処理汚染水っていう表現をする人とかいますよね。それって結局東北の人のためになってないし、やっぱ完全に復興を目指すのとやっぱ廃炉を目指さなければいけないよねっていうので、すごく伝え方をちゃんと気をつけなきゃいけないな、何を取り上げるかですごく印象って変わっちゃうなっていうのをマイナンバーとかでも思ってるんですけど、平石さん気をつけてることありますか。いや、おっしゃる通りですよねですから林さんが前回おっしゃってたんですけど、うん、結局一部の政治家、うん、一部のメディア、一部の活動家が風評加害していると、うん、まあ、作り出してしまっていると、こんなに長くずっと風評被害と言われ続けるのは、やっぱりその科学的に基づけばおかしいんじゃないですかっていうのはその通りなので、やっぱりこれは考えていかないといけないことなんだと、重要なご指摘だと本当に思いますね。梶川さん、いきましょうか。そうですね、うん、まあ、その僕もある程度信じれるものなんて科学しかないだろうってやっぱ思っちゃうんで、な人の言うことなんて別に信じれるわけじゃないんでね。だからまあその前提はあるんですけど、なんか日本国内で言うと、なんて言うんだろう、その風評被害を無理やり起こしたい人たちというか、まあ、自己顕示欲というか承認欲求のために暴れ出してる人たちも結構いるじゃないですか。僕それめちゃくちゃ厄介だなと思ってて、やっぱ YouTube とかそれこそ TikTok だとか、その若い世代、その深く情報を見ないで、ある程度上積みで、それこそなんだろう、見出しだけで物事判断する人たちってめちゃくちゃいっぱいいて、だそこに向けてやっぱ求心力とか求められたい人たちが結構暴れ回ってんなっていうのが多々感じられることがあって、そういうものってどうやってそこ止めないと、多分、うん、なんだろう、うん、止められないと思うんですよ。その大勢の人たちは多分賢い人たちって自分で情報を救ってある程度分かっていくはずなんですけど、うん、それをしない人たちをまず日本国内で止めなきゃいけないのかなとか、風評被害においてはすごい感じますけど、ね。はい、安倍さん、教えてください。さっきの一番ね、
質問であったそのなぜ専門家が発信しなかったのかって話ですよね、うんうん、これは本当コロナの時も同じ構図ですけど、うんまあ、科学者のコミュニティがあると、まあ、まずそもそも科学って万能じゃないんで、うん、人がやってるんで、うん、基本的にその個別個別の人で見たら結構偏っている人いっぱいいますと、はい、で、まあ、その中で一応その科学者コミュニティの中でまともそうなやつが一応なんとかこう選ばれて、うん、こう一応専門家として例えばこう、ね、おみさんみたいな人が出てきて、うんまあ、おみさんが専門家っていうのはちょっと論点分かれる人いますけど、うんうんまあ、何か言うとでおみさんとかは社会に責任感持つんで、うん、そうすると少しちょっとこう正しくなかったとしてもそれっぽいこと言った方が社会が良くなると、うん、だけどその瞬間から今度はその人は科学者コミュニティ その信頼を失うわけですよ、うん、っていうこの前からも後ろからもっていう構造があって、うん、でそうなんないためにはもう発言をしない方がいいって黙っちゃうっていうのは構造としてありますよね、うんうんアベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。